自分らしく輝き、自分らしく輝かせるスター、おかっちです。引き寄せの法則第3章最後だよ。みんな、こんな時どうする？あ、間違えた。こっち消しゴム貸して。うん。お。ゆがちゃん消しゴム返して。ゆがちゃん消しゴム返して、返して。こら岡崎、テスト中よ。ゆうがちゃん、ちょっと意地悪だね。みんな、今どんな気持ちかな？もしかして、がっかりしてるかな？それとも、なんで消しゴム返してくれへんねん、あいつ。怒ってるかな？それとも、どうせ自分の言うことなんていつも聞いてもらえないんだって思ってないかな？もしそう思ってたとしたらどうなるでしょうか。そうなんです、今だけじゃなくてこれからもずっと悲しい気持ちになるんです。なぜならあなたが16のがっかりというチャンネル、そして17の怒りというチャンネル、そして22の自分なんてでチャンネルを押してしまってるから、それと同じチャンネルがまた未来にやってくるの、覚えてる？だから大事なことは今ここで起こってることっていうのは気にしない、気にせずに自分がどんなことを望んでるのか、そのチャンネルを押すだけ。そのチャンネルを感情リモコンを使って押せば欲しい未来がやってくる、そういうことなのね。簡単や、言うのは簡単や、そうやろ、言うのは簡単やけどね、やるのめっちゃ難しいね。だってやで、だってやで、だって消しゴム取られたら返してくれへんや、腹立つやん、なんで返さへんや、テスト中で返してもらえんかったら消されへんやんか。悔しいし怒ってるしムカつくし、そんな気持ちの中でどうやって、ゆうがちゃんありがとう、そんな感謝できるの、喜べるの、これが難しいの、これが。分かってるよ。だから今回おかっちはここでいるんです。今回この第3章では今辛いことが起きている、そんな時でもそれを全く気にせずに自分が見たい番組をセットする、そのための3つのコツを紹介しようと思ってます。いいですか。どんだけ辛い気持ちでも自分が望んでるチャンネルをセットするコツです。1つ目、自分の気持ちを受け止めて解放する。 OK？ 我慢しなくていいんだよ、もう無理しなくていい、抑えなくていいの。ここで怒ったら、優雅ちゃんに嫌われるんじゃないかなとか、ここでちょっと大声出したらみんなからバカにされるんじゃないかな、心配だなとか、そんなことしなくていい、わかる？自分の気持ちな、これ自分の気持ちだとするやん、自分の気持ちは自分やん、これ自分、わかる？だからこんなとこで怒ったらダメとか、心配したらダメとか、ダメなんだダメなんだダメなんだってやってたら自分を否定してることになるの、わかる？自分
ームチャンネルを押してることになる。そうなると自分なんてダメなんだっていうことが起こるようになるやろ、未来で。それ嫌でしょ。ほんでな、嫌なことがあった時ってめっちゃ弱ってるやん、めっちゃ弱ってるやん。頭の中もなんかぐるんぐるん回ってるし、心ももうバーンみたいな感じで心わーってなってるやん、わーって暴れてるやんか。もうパニックや、混乱状態やん。そんな時に自分は何チャンネルがいいかなとか、暴れてる時に何チャンネルがいいかなとか、無理なの。そんな考えられへん、決められへんねん。だからそんな時はまずはふぅ落ち着こうよ。で、この気持ち、暴れてる気持ちも大切に受け止めてあげてよ。ダメなんだダメなんだって叩くんじゃなくて、受け止めてあげて大切にしてあげてね。いいの。そうそう、悲しかったら泣いたらいいし、怒りたかったら怒ってもいいの。それも大切な自分なの、自分の気持ちなんだから、受け止めて大事にしてあげて、そして言葉にして、ああ僕は今大切な消しゴムを返してもらえなかったから怒ってるんだとか、大事な友達に貸したのに返してもらえなかった、だから悲しいんだとか、そういうのをね、認めてあげて、受け止めてあげて、言葉にするとふーっと楽になるから、楽になったら頭の中のぐるんぐるんもふわって吐き出されて、心もちょっとずつ落ち着いてくるからね。そうするとね、少しずつね、前に進むエネルギーが戻ってくるの。相手に伝えてもいいんだよ。そう、その時の技を教えろ。アイメッセージっていうの、これめっちゃ使えるからね。 OK？ で、このアイメッセージの大事なポイント、それは相手を責めないということだ。例えば、お前なんて返してくれへんねん、消しゴム最悪やな、自己中だから嫌われんねん。これどう思う？これはね、まさに自分の気持ちを相手の顔面に思いっきり投げつけるようなもんだよ。そうすると相手も怪我をするでしょ。相手も怪我をしたら相手も怒る。じゃあ相手も気持ちを投げてくるでしょ。喧嘩になるんです。これはダメです。そう、気持ちを投げつけるんじゃなくて、自分の気持ちを見てもらうの。優雅ちゃんが大事なテストの時に消しゴムを返してくれなくて悲しいの。はあ、僕は優雅ちゃんのことを信用していたのに、消しゴムを返してもらえなくてがっかりしてるんだ。これがアイメッセージ。さっきとの違い分かったでしょ。これ自分の気持ちを投げてないでしょ。ただ見てもらうだけ。僕は悲しいの、僕はがっかりしているの、僕は怒っているの。その気持ちに理由を付け加えるの。優雅ちゃんが消しゴムを返してくれなかったからがっかりしているの。わかる？さっきと全然違うでしょ。相手の気持ちも大事にして自分の気持ちも伝える、これがアイメッセージ。自分の気持ちを切り替えるコツ、2つ目、それは今の自分が心地よいことをするんだよ。わかる？今自分がやりたいなって思ってることをどんどん行動して実現していくということ。大きなことじゃなくていいよ。例えば、かけっこで一番になるとか、大統領になるとか、算数で100点取るとか、
そんな大きなことじゃなくて、ちっちゃなことでいいの、ちっちゃなことでいいの。ね、ここね、今、かいいからちょっと書いてみようかなとかね、なんかね、今何時かなって、時計を見てみようかなとかね、どんなことでもいい、あ、お腹すいたな、ちょっとドーナツ食べようとかね、あー、どうしよう、ちょっと眠くなってきた、ちょっと10分寝ようかしら、すーやすや、こんなことでもいい、ちっちゃな望みでいいの、大きくなくてもいい、そのちっちゃな望みでいいから、それをたくさん、できるだけたくさん、叶えてあげて、行動して叶えてあげて、じゃあどうなる？どうなる？わかるよね、望みが叶ったら嬉しくなるの、嬉しくなるの、どんどんワクワクしてくるの、そして自信が湧いてくるの。だってね、自分のやりたいこと、望みをたくさん叶えていくんだからね、どんどん力が湧いてくるし、エネルギーが湧いてくる。そうなったらね、もしかしたらね、あれもできるんじゃない、これもできるんじゃない、あれもやりたい、これもやりたいってね、自分がやりたいことがどんどん見えてくるの。自分がやりたいことがどんどん見えてきて、自分がそっちに進むっていうエネルギーが湧いてきた。そう、そうなったら準備は完了です。だからね、自分がやりたくないことはやらない、断ろう。誰に言われてもね、お父さんでもお母さんでも先生でも、嫌なもんは嫌って断る、その勇気も大事なんだよ。だってやりたくないことをやってる時ってどんな気持ち？イライラしてるでしょ、なんか思んないなって思ってない？なんでこんなやらなあかんねん、そう思ってる気持ちがまたその未来を持ってくるんだよ。だから無理してやってたら、無理してやらないといけないことがどんどん起きていくの。やりたくないことばっかり君たちのもとにどんどん集まってくるよ。それでいいの？それで嫌でしょ。やりたくないことをやりたい、それともやりたいことをやりたい、そりゃそうでしょ、やりたいことやりたいでしょ。それだったら、やりたくないことがあったら勇気を出してやりたくないっていうことも大事なのよ。自分の気持ちを受け止めて、自分の望みをたくさん叶えていったら、頭も落ち着いてくるし、そして心も気持ちもスーッと楽になってくる。その時にすること、それが3つ目です。3つ目、それは今の自分の実力を全く気にしない、そして本当に望んでいるチャンネルを押すということ。僕テストの点数も悪いしな、お金もないしな、パソコンもあんまりできへんしな、英語も喋られへんしな、スポーツも足遅いしな、何やってもダメだしな、どうせこの望みも叶わへんねやろなって思ってたら、絶対その望みは一生叶いません。叶うわけないよ、そんな望み。考えてみて、赤ちゃん、赤ちゃんだろうが、お猿さんだろうが、お父さんだろうが、マッチョマンだろうが、誰がテレビのリモコン押してもさ、8チャンネル、誰が押しても8チャンネル映るでしょ。関係ないね、今君がどれだけできるかとか関係ないね。この世の中はエネルギーだから、8チャンネルを押したら8チャンネルがやってくる。だから自分はこういう望みが欲しいと押したら、そういう望みがやってくるね。消しゴムのこと考えてみて、消しゴムのことが起きた、返してもらえなかった、がっかりした、その時に望みが出ているの、どんなことを望んでるの。僕が望んでること、ちゃんと自分の気持ちを考えてくれる友達が欲しい。そう望んでるでしょ、それ望み出てきたでしょ。じゃあその望みにチャンネルを合わせて OK。 逆はこういうことだよ、なんであいつ返さへんねん、最悪や、もう友達なんかならへん、一生遊ばへんからな。そんな風にチャンネルを押したら、そういう番組が、そういう未来がやってくる。どっちを押すかや、こっちを押すか、こっちを押すか、それを決めるのは君です、あなたたちです。僕たちが全部決めれるの、どのチャンネルを押すのか、わかる？だから今自分がどれだけできるかとか全然関係ない。自分がどんな未来を過ごしたいのか、生きていきたいのか、それをチャンネルを押してセットをするだけ。そうすればテレビの予約録画のようにちゃんと
それが見れるようになるから、望んでいる現実が、未来がやってくるから。以上です。はい、これが願いは叶う引き寄せの法則でした。なんか嘘みたいな不思議な話だろ。どうや、信じられる？信じられへんって人いるかな。こんな嘘やって思う人いる？もし信じられへんっていう人がいるんやったら、一回だけ試してほしいの。わかる？何かというと、今から2週間頭の中で友達とか家族とか先生とか自分のこともそうだよ、自分の悪いところをたくさん見つけて。 OK？ なんでいつも弁当、ウインナーばっかりなんだよとか、なんだよあの先生教え方下手だなとか、なんでたけしは鬼ごっこばっか誘ってくるんだよとか、悪いところばっか見つけてください。そして自分が何かをするとき、どんなことでもいい、何かするときに、やっても無駄だよ、どうせ失敗するんだから、才能ないんだからって自分の頭の中で言ってみてください。じゃあどうなると思う？想像して、想像して、もう想像するだけで怖くない？もう想像するだけでも怖いでしょ。そうなの、悪いことを考えてたら悪い気持ちになって悪いことが起きるの。そういうこと。今回はおかっちから願いを叶えるための引き寄せの法則を全3回にわたってお話ししてきました。これからな、おかっちだけじゃなくていろんな人からいろんなことを言われると思う。家族、先生、友達、上司、社長さん、先輩、道端のおっさん、いろんな人からいろんなこと言われるよ。でもね、それを全部やってたら大変や。全部聞いてたら自分が壊れてしまう。だからその時にこれ、自分の気持ちを大事にしてほしい。自分の気持ちをな、自分の気持ちが心地よくなるなとか、それっていい考え方だなと思うことをどんどん吸収していってください。わかる？頭で考えてわからないことがある。でも自分の気持ちは自分なんだから、こいつが一番よくわかってるよ。自分の気持ちに従って、ハートに従って、これから未来を歩いていってほしい、そう思うんでございます。そんな感じです。またどこかで会いましょう。